記憶以前に引き続き会議を開きます。ただいま議題となっております意見書第8号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。内容でありますので、これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております意見書第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書第8号については委員会付託を省略することと決しました。これより討論を行います。討論はありませんか。内容でありますので、これをもって討論を終結いたします。それではただいま議題となっております意見書第8号について起立により採決をいたします。本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。ご着席願います。起立全員であります。よって本件は原案のとおり決しました。お諮りいたします。12月2日から6日まで、9日および10日の7日間は議案熟読調査のため休会といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって12月2日から6日まで9日および10日の7日間は議案熟読調査のため休会といたします。なお11月30日、12月1日、7日および8日は市の休日のため休会であります。これをもって本日の議事日程は全部終了いたしました。来たる12月11日に本会議を再開し、個人質問を行います。本日はこれにて散会をいたします。ご苦労様でした。